時刻は8時を回りました。PC パソコンやスマホでご覧の皆さん、そして片町キララ前ビッグビジョンでご覧の皆さん、こんばんはこんばんは。月に一度の配信でございます。片町スクランブルナイト MC 加藤豊と林千佳がお送りします。はい、今月はこの二人でお送りしてまいります。はい、よろしくお願いします。お願いします。え月に一回の配信でございまして、はい、ね毎月毎月。 木曜日の時もあったりとかと月曜日の時もあったりするかもしれませんけれども今月は今日の配信ということでお待たせいたしました、今日はなんと7月の配信「はい片町スクランブルナイト」にとっては節目の第1回の配信が今から7年前になりますかね2013年、6年前か。年年年いう前です の7月でしたはいということで第1回の配信、はい、ねえ私も担当させてもらいましたけれども、はい、あれからもう丸6年、ね。<laughs> 今日から年目に突入と先ほど写真をね見せていただいたんですけど加藤さん、ちょっと変わりましたね、やっぱりね。ニコニコ笑いが止まらないところを見ていただけると、なんとなく想像がつくかなっていう、まあでもそれだけの歴史ですよ、いったら。そうそうそう、6年間、一番最初の時には、あの片町、きららではなくて、このラブロにほど近いビズカフェというところ。で 配信をしておりました。はい、で、あの老舗の対談があったりとかね、夜のラウンジの紹介があったりとかですね。はい、いろいろあったわけですけども、そこからバカを重ねること七十二回。はい、いろんな皆さんがこのスクランブルナイト登場してくださいまして、片町の情報を月に一度ご紹介してきたわけです。うん、はい。もう片町の歴史そのものっていう感じですかね。うん、うんまあそうね。この七年間、六年間は歴史を一緒に走ってきた感じかな。はい、ちょっと大きいこと言っちゃ <laughs> <laughs> ちった、ね。 片町はだって日本最古の商店街ですからの日本最古の商店街がスクランブルナイトが歴史そのものっていうとそれはそれはちょっとおこがましいですよ。 このスクランブルナイトを見返していただくとあ片町にこんなことがあったんだなっていうのを見ていただけるかなっていうそれはあるかもしれないですねキララが生まれたりとかその前ラブロだったりとかそんないろいろな新しいお店もあるし100年続くし偽の方も出てくださったりお昼のお店夜のお店いろんな方が出てくださってるとコンセプトは変わっていません片町にはスクランブル交差点があるんですけれどもそのスクランブル交差点よろしくいます 皆さんたくさんの方に登場をいただいて片町の情報をご紹介していこうというそんな番組でございます、はい、それはねこれから先も変わりませんので、はい、引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいでは。 改めてこの視聴方法をご紹介したいと思いますはい、えー。パソコンでもスマホでも YouTube ライブから視聴ができます、うん、パソコンなら YouTube にアクセススマホなら YouTube のアプリをご覧ください、はい、で、片町で検索してくださいすると片町の YouTube チャンネルにアクセスすることができます、はい、またペリスコープでも配信しております こちらは片町商店街のツイッターから見ることができます。はい、パソコンなら片町ツイッターで検索してください。すると片町のアカウントが見つかりますので、うん、そちらのタイムライン上で見ることができます。はい、はい。さらにフェイスブックライブこちらは配信の配信の裏側でまるっと配信しておりますので、はい、こちらも面白いと思います。ご覧ください、うん。ノンストップのカメラ、こっちじゃなくてこっちのカメラがね、ノンストップカメラになるわけなんですけど。はい。多分こうこっち上で見てらっしゃる方には見えてませんけれど。うん また別の角度アングルでね狙われております、うん、はい、そちらもぜひ見ていただければなと思います、はい、さあそれでは今日の番組の内容をご紹介してまいりましょうか、はい、まずはお昼の片町紹介ということで国内海外を問わずどんな要望にもお答えする答えてくれる、はい、心強い街の旅行代理店 M トラベルご紹介してまいります旅が大好きな方要チェックですよはい 続いては片町きららピックアップ、はい、期間限定でオープンしている雑貨店ユーモアと私、林も御用達のポーラザビューティーの話題をご紹介します、はい、そしてこの番組がずっと追い続けている金沢マラソン、うん、もうこの番組にタッチしなかったら私も走ることはなかったと思うんですけれども、はい、えこの金沢マラソンを応援するコーナー「金沢マラソンへの道」。今回はなんと 御年80歳で今年金沢マラソンに当選なさった注目のランナーご登場いただきましてその心意気心境いいいいろろとと伺ってみたいと思います、はい、さらに大人気のコーナー片町アンバサダー地元アイドルのプニタンをお迎えしてプニタンの片町ていていう片町商店街のおすすめのスポットをご紹介するコーナーです。はい 今回はカフェアルコプレイゴ、おいしいスイッチなんかもご紹介ししますはいそして最後は夜の片町紹介ということで、準レギュラーと言いましょうか、はい、もうレギュラーと言いましょうか、はい、この配信にはなくてはならない、はいガラシャ金沢、うん、ニューハーフパブガラシャ金沢から、お姉様方をお迎えしてお送りしてまいります。はい、楽しみですはいという感じで、今日も盛りだくさんです、皆さんからのツイッター、メッセージなんかのアクセスはこちらでお願いいたします。はい シャープ金沢金た片町、こちらにどんどんメッセージをお寄せください。はい、ということで、今回、73回目の配信、7年目突入でございます、片町スクランブルナイト、10時までのおよそ2時間、どうぞお付き合いください。よろししくお願いします